レッグエクステンションはウエイトトレーニングの種目の一つである。トレーニングチューブもしくは専用のレッグエクステンションマシンを使用し、大体4頭筋の筋力、筋量をアップさせるのに大きな効果がある。キック力を養成するため、サッカー選手などに人気のあるエクササイズである。通常はコントラクト種目なのでトップポジションで静止する。 ピークコントラクション法が有効である。キッコース時のハムストリングスが働かないため、膝を痛めやすい。高重量でのトレーニング、反動をつけたトレーニングは避ける。ボディビルでは、この種目を先に行ってから、スクワットやレッグプレスのような多関節種目を行う場合がある。レッグエクステンションレッグエクステンション自分の足の長さに合わせて、 マシンのパッドと背もたれの位置を調節する。膝の位置とマシンの回転軸の位置を一致させ、シートに座る。息を吐きながら、足を伸ばしていく。足首を曲げて行うと、だいたい4頭筋を収縮させやすい。フィニッシュポジションではつま先を立てるようにする。足を十分に伸ばしたら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。ありがとうございます。